皆さんこんにちは。2022年宅建士合格の取説解説講義第6回講義を始めたいと思います。担当はレクセニーコースの友継です。どうぞよろしくお願いします。さて、それではですね、今回は、はい、おう、こちらですね、抵当権、こちらの方を見ていきたいと思います。はい、テキストで言いますと114ページからのところですね。はい、テキスト114ページから、抵当権のところを見ていきたいと思います。で、この抵当権なんですけれども、まあ、やっぱりこの最初のところのとっつきにくさっていうのはやっぱあって、まあ、こう、勉強波に乗るまでが結構大変な分野になります。ですので、まあ、ちょっとね、冒頭のところだけでも一緒にやっていきましょうということで、今回こちらの抵当権のところをね、触れることにいたしました。はい、それでは見ていきたいと思います。さあ、まず114ページ、まずそもそも抵当権って何ですかっていうところから、ね、見ていきたいと思います。はい、書いてあります通り、まあ、お金を貸しましたと、まあ、そうしたら当然のことだから返してほしいですよね。はい、当然のことだから返してほしいなというふうに思いながら貸すわけですよ。でも、まあ、返ってこなかったっていうふうになったらやっぱ困っちゃうじゃないですか。なので、いざね、返ってこないっていう時にちゃんと確実にこう貸したお金をね、戻されるようにね、回収できるように、まあ、あらかじめ手段を講じておきましょうというふうにするわけなんですよ。で、その具体的なね、まあ、やり方として、まあ、結構有名どころとしてね、思いつくのが保証ってやつですよね。払えなかったら、もしあなたが払えなかったら、ね、別の人にね、払って返してもらいますよっていうのが、まあ、保証人というのをつけておいて、その保証人に代わりに返してもらってっていう、そういうやり方を取る。で、もう一つのやり方としてこちらです。そう、その人が例えば土地とか建物を持っていた場合には、でその土地や建物を、ね、売ってでお金に変えて、そのお金で返してもらいますよっていう風にするわけですよ。で、この時にじゃあもし払えなかったら、ね、あなたの持ってる土地や建物の、ね、売りますと。で、そして売ってそのお金から私が優先して取っていきますよっていう、そういう約束が、まあ、抵当権だという風に思っておいてください。まあ、そうするとね、いざね、貸した人間がね、いやすいません返せなくなりましたみたいな感じになってったらば、じゃあ代わりの人にね、返してもらうからいいよって言って保証の契約やってれば、その代わりの人から取り立ててね、お金の回収ができる。で、もし抵当権がついている、土地や建物に抵当権がついていれば、ね、その土地や建物を売って、そのお金で、回収することができるというふうになります。つまり、まあ、ね、お金を回収する手段なんだというイメージは持っておいてください。で、その土地とか建物に抵当権という、そういうものをつけますと。で、抵当権をつけて、そして、はい、ね、いざという時にその抵当権を実行していくということになります。はい、まあ、実際この競売することを抵当権を実行するというふうに言ったりしますけどね。だからまず土地や建物にその抵当権をつけることを抵当権を設定するという言い方をしたりします。で、ね、実際じゃあね、その抵当権のついている土地や建物をね、競売します、売りますっていう風になる、これを抵当権を実行するという風に言ったりします。まずちょっとこの言葉しっかり押さえておいてください。で、やっぱりね、これは何度も何度もお話はしていますけども、権利関係って本当に最初のところね、こう名前がね、聞いたこともないような言葉がいっぱい出てくるので、まあ、ちょっとそれをね、抑えるのに結構苦労すると思いますけども、ちょっとそこは最初のところ頑張ってやってみてください。さあ、こんな感じでね、契約が成り立ってますと。はい、例えばね、この人がお金がなかったんですかね、お金貸してくださいというふうに言いました。で、私の土地に抵当権つけてもいいですからっていうふうに言いました。で、それに対して、あ、じゃあお金貸してあげるよ、でもね、抵当権ちゃんとね、あんたの土地につけさせてもらいますよっていうふうに言いましたと。はい、まあ、こういう感じになりますよね。で、ちなみにですね、これも言葉として覚えておいてください。はい、私の土地に抵当権つけていいです、そう、私の土地に何々権をつけていいですよっていうふうに言ってる人のことを何々権設定者っていうふうに言ったりします。ですので、はい、私の土地に抵当権つけてもいいですよって言ってる人のことを抵当権設定者というふうに言います。
で逆にじゃあその抵当権をつけますよっていうふうに、はい、ね、こう貸す側ですよね、こちらを抵当権者というふうに言ったりします。で横のところです。一般的に抵当権者って銀行ですよね。まあやっぱりお金貸すってなってくるとね。なので、まあこれは慣れるまでにしといてほしいんですけども、まあ慣れたらあまりやんないでほしいんですけど、しばらく慣れるまでの間は、抵当権者って言葉が出てきたら、銀行って読み替えてください。はい。抵当権者って言葉が出てきたら、お金貸してる銀行っていうふうに読み替えておいてください。まあ、だって、まあ、大体銀行が多いじゃないですか。まあ、もちろんね、その全部が銀行ってわけじゃないですよね。もうお金貸すのは銀行だけじゃないですよ。ね、個人や企業がね、お金貸すってことだって十分ありますから、まあ、それは個人や企業が抵当権者になることは十分ありますけれども、まあ、イメージの問題ですよ。イメージの問題として、まあ、抵当権者慣れるまでは頭の中で、あ、銀行のことねっていうふうに押さえておくと、まあ、ここら辺の理解はしやすくなってきます。たださっきも言った通り、別にね、抵当権者は銀行だけに限りませんので、まあ、慣れたらそういうふうに考えるのは、まあ、ちょっとやめていただきたいですけれども、まあ、慣れるまでの間はね、そういうふうに考えていただいて構いません。はい、さあそしてですね、ここちょっと押さえておいていただきたいこととしてはですね、いいですか、お金貸してください、お金貸してあげます、つまりお金の貸し借りの契約があります。そして私の土地に抵当権つけてもいいですよ、もうじゃあ抵当権つけてもらいますよ、はい、このように抵当権をつける契約というものがありますと。そうですので、今皆さんこのね、2人の会話、2つの契約が成立したということ分かりますか？そう、今契約が2つ成立してるんです。何？お金の貸し借りの契約、そして、はい、抵当権の設定の契約ですね、この2つの契約が今成り立った、そういう感覚をまずは持っておいてください。いいですか？お金の貸し借りの契約と抵当権を、ね、設定する契約の2つの契約が成り立ちました。で、こっちの、まあ、主な契約の方がお金の貸し借りの契約ですよね。で、それでお金の貸し借りの時に返してもらえなかったら困るから、まあ、抵当権の契約も一緒につけているっていう、そういう話になりますよね。なので、このお金の貸し借りの契約、こちらをですね、はい、この抵当権の世界ではですね、ちょっと順番前後しますが、118ページのところです。はい、お金の貸し借りのこの契約のことを、はい、非担保債権というふうに言ったりします。はい、非担保債権、これは何かというと、その抵当権というものに守られているそういう債権ということですね。なんでこのお金の貸し借り、抵当権があるおかげで、ね、貸しやすくなってるわけじゃないですか。ということで、そう、取り立てもしやすいですよね。いざとなったら抵当権も実行できるしなって思いながらね、取り立てができるわけですよ。そういう債権のことを非担保債権というふうに言います。はい、でここの、118ページ不従性って書いてありますけれども、これは何かと言いますとですね、いきますよ。はい。これは何かと言いますと、はい。非担保債権が成立しないとき、抵当権も成立しません。つまり、何かしらの事情で、このお金の貸し借りの契約がね、成り立たなかったとしたら、こっちの抵当権の契約も同時に成立はしなくなるということです。はい。お金貸してくださいというふうに言ったんだけども、結局ね、お金借りることができなかった。うん。お金の貸し借りの契約がないんだから、別に抵当権の契約だけあってもしょうがないじゃないですか。なので、はい。この時、非担保債権が成立しない時には、抵当権も成立しませんし、はい。次です。非担保債権が消滅したとき、どんなときに非担保債権で消えるんですかって言ったら、まあ全部払い終わりましたとかね。全部お金払い終わったらね、もう貸し借りはないわけじゃないですか。なので、それで、はい、非担保債権消滅ってことになりますよね。まあ、あとは時効で消えたりする場合もありますけれども、まあ、メインどころとしてはですね、はい、非担保債権が消滅するっていうのは、もうこれはお金を払い終わるとかそういうところを想像してみてください。そのときには抵当権も消滅をしていきます。はい、つまり何かというと、非担保債権があって初めて抵当権が存在しますと。そう、非担保債権がないのに抵当権だけが存在するなんていう事態はありえませんよということになります。はい、まあこういうね、性質のことを不従性というふうに言います。はい、不従性というふうに言います。
はい、非担保債権があって初めて抵当権があるよ。だから非担保債権が成立しなかった場合には抵当権も成立しないよ。言い方変えますと、まあ先の話戻りますと、お金の貸し借りの契約、これが成立しなかったらこっちも同時に成立はしなくなりますよってことです。そしてこのお金の貸し借りの契約が消えたならば、はい、この抵当権の契約も同時に消えていきますよ。そう、非担保債権があって初めて抵当権があります。こういうのを不従性というふうに言います。よろしいでしょうかね。はい、まあ、こういうね、言葉っていうものが本当に、なかなか難しいっていうところになりますので、まずはまあこういうね、言葉しっかりと押さえておいていただきたいなというふうには思うんですけれども、では、ちょっと戻っていきます。いきますよ。はい、それを踏まえていきます。115ページに戻ります。抵当権とは、目的物を競売にかけてお金に変えて、そのお金から優先的に弁済を受けることができる権利のことですと。で、次です。じゃあ抵当権設定できるのは債務者だけとは限りませんというふうにあります。さあ、これなんですけども、例えばね、お金貸してくださいっていうふうに、言いましたと、で、まあ、お金貸すのはいいけど抵当権、あれ君土地も建物も持ってないのねってなってみると、抵当権つけようにもつけられないですよね。だって土地も建物も持ってないってことになるわけですからね。じゃあどうしましょうって言った時に、ね、親切な C さんが現れてね、B さんお金を借りるのかいと、ね、でも君は土地を持っていないようだね、だったら私土地を持ってるから私の土地に抵当権つけていいですよっていうふうに言った、もう超絶親切な C さんが現れましたとね。はい、まあ、あのこれが、例えば子供親とかだったら結構普通にありえますよ、親がね、こういうこと言ってくるっていうのはね、自分の息子のためにこういうこと言ってくるっていうのはあります。まあ、赤の他人ではなかなかないと思いますけどね。はい、このようにそう、こうするとどうなるんですかって言ったら、私の土地に抵当権つけていいですって言いましたので、そう、抵当権設定者は C なんですよ。でも実際お金を借りてるのは B なんです。はい、このようにずれることがありますよってことなんです。だから、さっきここのね、抵当権設定者と抵当権者の説明したときに、こっちは貸す側だみたいな感じのことをね、言いましたけども、抵当権設定者のところで、あまり借りる側って言わなかったじゃないですか、借りる側っていう表現をしなかったのはそういう話なんです。そう、抵当権設定者が必ず借りる人間とは限らないからなんですね。こういう事態だって想定できるからです。で、このように自分はお金借りていないのに、ね、抵当権設定者になりましたと、はい、ね、抵当権を設定した人、まあ、ここで C のことですね。こういうなんかもう、ね、天使みたいにこう親切な人のことを何て言うんですかって言ったらば、こういう人のことを物情保証人というふうに言います。はい、こういう人のことを物情保証人と言います。はい、ということで、まずこういった言葉ですね。はい、まあ、今回もいろいろ言葉やりましたね。まあ、そもそも抵当権とは何なのか、それから抵当権設定者、それから抵当権者、ね、それから非担保債権とかですね、はい、まあ、物情保証人とかですね、まあ、結構いろいろ言葉出てきましたね。はい、ですので、まあ、ちょっとまずその言葉をしっかりと押さえてから、ね、学習進めるようにしておいてください。まあ、結構ね、その言葉がちょっとね、うろ覚えのまま先に進んでいくと、まあ、こういうテキストとかってそういう言葉が当たり前のように使われてくるので、あれ、この言葉の意味なんだっけって思いながら読んでいくと、本当にどんどん立ち止まってになっちゃって、で、結局、何を言ってるのかよくわかんないなっていうふうに、まあ、なってしまいかねないので、まあ、ちょっとね、最初のところ、特に本当に抵当権最初のところは言葉大変だと思いますけども、一個一個頑張ってやってみてください。はい、それではですね、今回はこの辺にて終了したいと思います。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは皆さん、お疲れ様でした。